シウネさんについちゃったな、あれ多分。カルド、そう、俺もジャッカルもインポスターもしばらく弾いてないんだよな。しばらく弾いてない。ジャッカル一回も弾いたことない。ジャッカルー、ジャッカルー、来たー。潜伏します。お。いや、これはつけない。初めてのジャッコー。ナイスバカリンテンさんのラッコが可愛い。可愛いですね、ラッコ、うん、あ、これラッコ、あ、ラッコだ、カメラ目線のラッコだ、可愛い。あ、頭が手前か、頭洗えるの、ラスコです。あ、ネズマか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 、可愛いね。あ、メイヤー生きてる。よし、インポスター頼むぞ。ナイボ、誰か切ってくれ。ナイスボス、ナイスナイス。メイヤー生きてる。生きてますね。みんな生きてるよ、みんな。サイドキックはね、終盤つけたいな、白人に。本7個ぐらいしまっちゃおうっと。3個目。そうさ、あのボタン白いな。そう、キップン、終年。そうさ、なんで直さないの、それ。怪しすぎん？あ、その位置いけるんか？おう。うん。あー、バグったか。おー、おお、はい。今落ちました。高垣さんかな。はい、高垣さんの死体が昇降機の左のベントの上で死んでました。はい、4秒前ぐらい。ダスクさんがそこから出てきました。ダスクさん出てきましたね、うん、あら、はい、高垣さんがベントの上に立ってたから、もうあら、切ってました。切ってました。パシッと。誰が？ダスクさんがシェリフってこと？はい、違うでしょ、シェリフだと最初に言うんだから、うん、レポートする、うん、しかもレポートすると思うので、うんうん、ああ、そういうことですね、なるほど、うん、車前からエンジンの方に行くのに、私とキプンさんが一緒に並走していてすれ違ってますね。はい、なるほど。インさんは どなたか。あ、じゃあ、しゅうねさん目線をキップンさんは切ってないっていう認識で。切ってない。絶対切ってない。あ、なるほど、なるほど。了解です。ただ、扉を開けてたので、私は。うん。確か。うん、だから、レポートが入ってた。ダスクさんは自分がセリフで切ったって言ってるので、僕が切ってる線はゼロだと思います。確かに。あ、そっかそっかそっか。なるほどですね。うん、確かに。そう。ダスクは切りました。太鼓いないんすか。もうでもシェリフも落ちてるか。シェリフ落ちてんの。太鼓がいないからダスクがシェリフです。さ、それはくさ。シェリフの方がいいなら言いますけど。あ、ピンちゃんか。ああ、なら私にはシェリフの流れかなと思ったんで、言わなくてもまあよかったので。あれオッケー。リンさんはまあまあいるならオッケー。エンジンを左に抜けてるのを見ても、私はエンジンの回線のタスクしていた。あ、そうなんだ。エンジン左か。ピンちゃん。左側にいるってことね。いや、釣るから大丈夫。釣ります。バトルしますか。リアクター終わった後に左ですか？そうですね。エンジンの配線のところにあった。それがせーのら、多分、ユタさんは無理だと思う。うん、同じ目線です。右に置いてきてます。はい。しかも私、メインホールの弁当掃除をしてるので、弁当を使って移動も無理ですね。うんうん、最後誰だっけ、診察室いたの。
あ、トトパンマン。あ、そうか。そこでも見られてます。はい、無理だ。うん。ピンちゃんを探せ。ピン、いやー、40秒か、長えな。ピンちゃんにサイドキックつけたい。ピンちゃん、シェリフやめて。ピンちゃん、ピンちゃん。シェリフ引退お願いします。ピンちゃんどーこだ？ソウさん。トトさん。どこだ、ピンちゃん？キップン。トト。ピンちゃん！ピンちゃんどこ？開けて。キップンさんがいる。おー、しんどい。おー、ね、うん、ナイスボタン。わかんないですけど、タスクさんがジャッカルだった時が怖いなと思って押して、うん、そうですね、ピンさんのキルを詰めれると思ったので、そうですね、はい、左ってことですもんね。タスクとトトさんが診察付近でタストですか。私は最終エルク、最終はそこですね。はい。多分一応浮いてるのトトさんじゃないですか。俺は右を直した後、多分ユタさん、ソウさん右行ってる。右行ってるのを見てくれてる。見てる見てる見てる。アーカイブから右抜けてます、ソウさん。はい。なので俺は左にあるなら無理です。あれ？あ、そう、ユタキップンを置いて私下に行ったんだ。一応私リアクターが鳴った時にキッチンら辺にいたんですけど、キッチンのバーガーの中にピンちゃんがいて、確か高垣さんとグッコですれ違って、うん、エンジンの配信のタスクやってて、リアクター終わった頃にリンさんが左に行ったっていう記憶です。うんうんうん。うん。まあでもピンちゃんはシェリフなんで、アブックとして。うんうん、そしたらもうリンテンさんかピンちゃんですよね。ピンちゃんがシェリフじゃなかったんですけど。でその場合ダスクさんが本物っすよ。それはないんじゃないかな。トトさんは。いやー、それがね、いや本当にラストだから。ああ。え、でもその前に貨物あたりでシウネさん死人覚えてないかな。え、最初ですよね。ほんと序盤っすね。いや、無理かな。トトさんと無理だと思う。さんと湧いて、そうですね。うん、で、キップンさんが、金庫タスク、トトさんは下に行った。そうですね。はい、うん、で、多分ラウンジぐらいで僕がシウネさんを追い越してリアクター右に行った時に、ね、ソウさんが、そう、ソウさんそこにいたんだよね。直してた。で、ユタさんがいて、終わった後、うん、僕はユタさんを右に置いた認識で、シャワーメインエンジンってフィンネさんと一緒に行ってるから、やっぱり調査も含めて無理そうに思える。うん、リンテンさんとピンちゃん二択なんだけど。で、でも、ショット、左、あ、そっか、ないけど。左にいたのって、しショットなんだっけ。やべ、これ、トトさんかな。ピンちゃん、ピンちゃん探せ。ピンちゃん、ピンちゃん。ピンちゃんどこにいんの？いた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 ！いたいたいた！あとちょっとだけ待って、ピンちゃん。出れんか。ピンちゃんどっち行った？ピンちゃん待って。シウネさんについちゃったな、あれ多分。ロミ見に行くか。ピンちゃん、うわ、やられた。やりやがったな、ユタさん。なんてことすんの、マジで。本当に。許さないからな。マジで、本当に。あ、やべえ、これ。トトさんやん。最悪だ。
最悪だ、トトさん切っちゃった。あ、クリンちゃん死んでる。お？どこですか？ミーティングの死体があって、そこに、うん、誰、リンチェさんと俺、さんがいただよね、うん、出てきたよね、なんで？どういうこと？私の手間と、父さんが切ってるように見えました。俺は切ってない。うん、俺も切ってない。いやだからピーちゃんが多分任天さんか俺怪しいと思って、あーキッチンだってだけど爆破したんだと俺は思ってた。あーあ多分それか。だから俺は何も気づかず左に移動したら、キッチンさんとすれ違って、うん、はい、多分ピーちゃんが私を切ったんだ。で私クリアなので。うん、切れなくて自爆しちゃったんだと思う。多分そうだと思ってる俺は。多分そうだと思う。うん、そういうことだ。でも輪転さんとしたいんですけど。あれトトペーマンさん死んでる？死んでるね。トトさんは見てない。見てない。トトさん死んだら輪転さん落とせば確実に落ちるくないですか？なんでですか？さっきのキル。たぶん、ピンちゃんの、ピンちゃんの、その、うん、今、シェリフだと考えると、うん、ケルクラはそれくらいだと思うんだよ。ソウさんは、ソウさんは切られてないんですか？俺は切られてないと思うけど、切られてないんだけど、ちょっと、だけど、ソウさんとリンテンさんはお互い、切ってない相手がって言えるんですか？最初は僕はソウさんが切ったと思ったけど、確かに。俺は切ってないと思うけど、林天さんが。初恋すね、右を捨てて、終わって、翔さんが後ろがついてきてて、なんかピンちゃんが下になったみたいな。俺はもう全然気づいてなかった。左に移動したらピンちゃんが転がってるのに気づいたくらい。だからピンちゃんが来たんだと思います。うん、これちょっと怖いな。わかんない。いや、僕はね、可能性として、ユタさんサイドキックとトタンマンさんジャッカルのラインを追いかけてたんですけど。ほう。っていうか、キップンさん、リンテンさん、俺の中にちょっとパンパン切れて切る人いないから、シウネさんとユタさん。そう、あ、わかんない、わかんない、ごめん、もう一回話したい、もう一回話したい。ボタン、私、押したな。終わったらごめんなさい。終わる気かな。ソウさんは最初に追ってる。押してる。キップンさんは初手で押して、ない。シウネさんだ。ナイボ。キートケンはタスクどのくらい？はいはい、僕は30秒がギリですね。私多分終わらないです。どうだったっけ？僕は終わるか終わらないか微妙なところ。俺はあと1個だから終わるって言えたから30秒では終わらない。ね、情報出しておくと、私左側にいたんですけど、うん、トトパンマンさんは一切見てないです。同じく、うん、これキップンさんが途中で切っていってレポートとかないんですか？こんなにあの時間あった？ユタさんとピンちゃんがエンジンあたりで並走してるのを見てるんですよ。うん、うん、だから多分左側から行ってると思うので、私も左ら辺にいたから、わかんないけど髪切るとかじゃなかったらユタさん難しいんじゃないかな。まあ、少なくともリンテンさんと俺は多分プッパンマンさんの切るには関われない。そうなんですよね、はい、最後に来たプンさんが関わる可能性はゼロとは言えないけど、その時に見てないから。リンちゃんはシェリフだからって俺とかを追うってよりは、俺はもう爆破したっていう風に思ってるな。僕、うん、僕目線はでも、もう俺とピンちゃんが抜けた後にそっちの方面コミュニケーションの方にトトさんが行ってんならシェンネさんが切れると思ってる。直前にね。なるほど。かもしくはキップンさんが切ってると思ってる。ソウさんとリンテンさんってどれぐらいからミーティングにいるんですか？ユタさんと私宿舎前まで行って、ユタさんが私が怖いのか下に下がってって、そこから私はミーティングでソウさんと。あ、一瞬見えたね。あ、そっから。あれからソウさんの方が先にいたってことですか、リンテンさん目線。あれ、ほぼ一緒だと思った。え、ほぼ一緒。ほぼ一緒。ほぼ一緒ですよね。うん、ソウさんどこから行ったんですか？
覚えてない。え、あの宿舎前の扉全部閉まってたんで、あ、多分だから任天さんの若干後ろくらいだと思う。だから俺は後ろだったらすれ違ってないですよ。決めきれない。右のムーンから来てる。頑張って助けやります。いやー耐えた。ちょっとトトさん切っちゃったよ。マジミスったな。誰切るこれ、むず。誰切るのが正解だこれ。でも釣られないよね絶対に。インテンさん、キプンさん、残ってるのか。強い。ナイスすぎる。いいな。ナイスすぎる。そうかそうか。ごめん、私も今回ねガサッとタオルがあって全然ダメだった。今回もユダさん私をサイドキックしましたね。いや違う違うのよ。じゃあ俺ピンちゃんがシェリフだ。ピンちゃんにするつもりだった。そう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 。したらシュネさんが颯爽と走ってきて。そう、フィンちゃんになかなか追いつけなくて連打してたんだけど、そう、シュレさん、シュレさんが飛び込んできて、あ、でも全然ありと思って、うん、あーなるほどね、白1でよかったと思って。私メイヤーだったんですよ。あ、そうなんだ。トトさんがインポスターだったのか。そうです、うん、それに気づいて途中で証言変えたんですよ。すごーとトさん無理だよなって途中から言って、それキップさん拾われてた。キッチンのバーガーのところでトトさんに書店に殺されてます。そうです。トトさんとあれだ、ユタさんあってサイドキックだと思ったんだよね。トトさん、あそこで僕もユタさんだ気づいた。そこで人体同士がライン繋いでると思わなかったのよ。確かにそうだ。うますぎるでしょ。あのジャッカルなんですけどサイドキックボスアット1です。はい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 。来てください、ユタさんキッチンに来て。キッチン了解。近寄ってきたなぁ。おぉ。タスクなくなった。あれ？タスクなくなっちゃったよ。ジャッカルさん誰ですか？あー、いないか。いないのか。珍しいですか。サイドキックください。気のせいだよな、きっと。まあ気のせいだな。ベントが一瞬動いたけど、嫌いってやなかったな。マジか。それはおもろいて。ピーちゃーん。どっか行った、どっか行った、あの人。え、ダスクさんインポスターじゃないの今の。ちょっと俺死なない立ち回りしないとダメだ。ちゃんとやろう。これはちゃんとクルーやんないといけない役職を。なんかやってる。出てきてし殺されないかな。素通りしてったな。高橋さん俺に気づいてんのかな。帰ってきたんだけど。いなくなっちゃった。何してんだこれ。
こいつまたやるぞ絶対。あ、さすがにタスクやりに行ったか。え、なんもねえ、ここ。ここで待ってたら来るんじゃね、ワンちゃん。待ってたら来るでしょ、高橋さん、きっと。ピンちゃん、ピンちゃん。え、高橋さん来ないの？逆に。あ、終わらしてた、あ、来た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 。来た来た。何も起こらないのか。誰だよ。ピンさん。あ、そうさん。